皆様お待たせいたしました。こんにちは。本日は丸の内ミュージックフェスエリアコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。今日は5月5日ですね。最前列そして2列目とたくさんの小さいお子さんも来てくださいました。ありがとうございます。とってもいいお天気です。どうぞ楽しいひとときをお過ごしください。さて2022年のゴールデンウィークは丸の内エリア全体でクラシック音楽を楽しむ音楽の祭典丸の内ミュージックフェスを開催しております。4月27日から本日5月5日までの期間はエリアコンサートと題し、丸の内の恒例でありますエリア全域のさまざまな会場にて無料でクラシック音楽が楽しめる公演を全82公演お届けしております。この3日間はメインコンサートとして東京国際フォーラムホール C にて国内で活躍するプロの演奏家たちによるオーケストラやスペシャルバンド、参加型企画などお子様から大人まで楽しめるコンサートもございます。どうぞ心ゆくまでクラシックコンサートをお楽しみください。そしてぜひ各種 SNS で公演の感想などのご投稿をお願いいたします。ご投稿の際にはハッシュタグ丸の内ミュージックフェスをお付けいただければ幸いです。さあそしてここからのお時間ですが、学校クラスコンサート in 丸の内と題しまして、バイオリニストの高木りり子さん、ピアニストの五十嵐薫子さんのお二人をゲストにお迎えいたします。高木さんは東京芸術大学在学中にハンガリーで行われたバルトーク国際コンクール第2位および特別賞を受賞、東京音楽コンクール第2位および聴衆賞を受賞するなどコンクールの受賞歴が多数ございます。国内外でリサイタル活動を行いながら YouTube やメディア活動も積極的に行っていらっしゃいます。そして五十嵐さんは日本音楽コンクール第3位と同時に最も印象的な演奏に贈られる三宅賞を受賞、その他数多くのコンクールで入賞を重ねていらっしゃいます。会場にお越しの小さいお子さんたち、どうぞこの後ごゆっくりと楽しんでください。それでは高木さん、五十嵐さんの学校クラスコンサート in 丸の内お楽しみください。
皆さんこんにちは。バイオリニストの高木りり子です。
皆様こんにちは、ピアニストの五十嵐薫子です。今日はこの2人で、素敵な場所で演奏させていただけること、とても嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。はい、今演奏した曲はヘンデルという人が作曲したバイオリンソナタ第1番です。この曲はですね、本当に明るくて聴いてる側も弾いている側もとてもウキウキするような、そんな曲を聴いていただきました。次に演奏させていただきます曲はフランクという人が作曲したバイオリンソナタの第4楽章になります。この曲はですね、ピアノとバイオリンが追いかけっこする、始まり方なんですけど、もう永遠にね追いかけっこして最後に華やかに終わるという、そういう曲になっています。この曲はおめでたい曲としても使われて、結婚式などでも演奏されることが多いです。ぜひ皆さんの記憶に残ったら嬉しいなと思います。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。これ本当にピアノ難しいんですよ。もういとも簡単に弾いていますけど、本当に素晴らしいピアニストと共演できて本当に幸せです。私たちはですね、なんと6月18日にですね、東京文化会館というところでリサイタルをさせていただきます。もしよろしければぜひぜひそちらもお越しくださいとね。今4曲ほど演奏を聴いていただきましたけど、バイオリンの印象ってどうですか？なんか聞きたいこととかある方いらっしゃいますか？すごいみんなおとなしく聞いてくれて、ね、めっちゃ嬉しい、ね、すごい集中して聞いてくれて、ね、何か聞きたいことがある方いらっしゃいますかね？大人の方でも全然せっかくなので、ね、なかなかバイオリンって意外とクラシックやってないと、うん、生で聞く機会ってそんなにないような。そうですね、本当に。なのでなんか今日聞いた印象でもいいですし、意外とバイオリンうるさいじゃんとかでもいいし今日使わせていただいている楽器はですね、なんと、1702年のストラディバリウスになります。ロードボーイックと言われる、楽器なんですけれども、このストラディバリウスの、ね、生演奏ぜひぜひ皆さんのこのゴールデンウィークのいい思い出にしていただいて、していただけたらなと思います。